ウルトラマンエースにおいてもロケ地になったみたいですね、なったりするんですけど、結構ねマイナーな場所としてあまり知られてなかったりするんですけど、普段立ち入りお断りします、一人当たり100円納めてお入りくださいということです。マリンがいません。ここはちょっと入らせてもらおうかな。ここですね、ここが噂のね、はい、やってまいりました。ですね、今日はね、花栗塚というところにね、来ました。で、ここがまあどういうところなのかというと、まあ、牛の花栗ですよね。花栗とは牛の鼻に取り付けている、花輪のこと。花栗塚は人間に食べられたり、農作業で過酷に扱われたりして命を落とした家畜のその供養する目的で1925年に、できたということです。で、ウルトラマンエースにおいてもロケ地になったみたいですね。で、あと夏の怪奇シリーズ、怪談牛男などなど、結構ね怪談シリーズだったり、牛の鼻につける輪なんです。一体何頭分の花栗だろうかい。600万頭だそうです。そういうなったりするんですけど、結構ねマイナーな場所としてあまり知られてなかったりするんですけど、吉備津彦神社と吉備津神社のちょうど真ん中にあるっていうことで、今日ねちょっと行ってみようかなと思います。それではスピチューブ始まります。この横がね185線で総社に向かうね道なんですけど、これを入っていこうかなということで行くんですけど、無断立ち入りお断りします。花栗塚へのお参りの方は受付で小松、木料1人当たり100円納めてお入りくださいということです。ここがね受付みたいですけど、係員が来ません。持って帰ろうかなと思います。はい、でさっきね係の人に聞いたら、もう普通にね入っていいってことです。ちょっとね、ここはちょっと入らせてもらおうかなと。まあね、入っていくにあたってはまあ100円が必要なんですけど、まあ、そのお金が牛の供養のそういう募金みたいな感じに充てられるみたいですね。ね、大きな釜がですけど、あれがお線香とか炊いたりするやつですかね。もうね、釜が。何も入ってないですね。ここですね、ここが噂のね、ここなんですけど、おお、すごい。ここが牛ですかね。
まあ、あの豚もいるんですけど、まあ、その花栗供養するとこですね。すごいですね、この量が。牛一匹、こんだけ牛がいたってことですよね。ですね、ものすごい量の花栗が。で、ね、その花栗を囲むようにお地蔵さんがね、いるんですよね。はい、これがね、先ほどの供養の置こうかなと思います。よいしょ。はい、というわけでね、今日のスピチューブこんな感じで、花栗塚ですかね、来ました。結構ね、なんか神秘的というか、こういう場所がねあったんだとか思いましたね。なかなかそのあんまりね、僕ら普通に牛肉とか豚肉とかそういう肉を食べたりはするんですけど、こうやってね、あの供養する場所があるとはこんなところに思わなかったですね。はい、もう本当に1925年ですかね。だからもう本当に昔からここは、まあ本当、要はその牛肉を食べるようになって、普通に食べるようになってできたような感じですよね。はい、ということで、なんかまあ本当ちょっと時間があったらね、ぜひちょっと来て、こういうね、そういう供養する場所もあるんだということで、みんな行ってみてもらいたいなと思います。はい、というわけでね、まあ岡山市内からもすぐ来れるとこなんで、はい、行ってみてください。それではまたね、スピチューブ、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。